では続きやっていきます。でちょっとね進めてきましたんでね、もう少しでゴールだと思いたいぞって感じなんですが、複数のエネルギーライン、エネルギーラインの開始位置が複数ある場合、すべてのエネルギーを扉まで到達させる必要があります。え、ちょっと待って、え、あれ、ちょっと待って、一箇所やってないか、これ。こう言って、ちょっと一回戻ってですね。あー、わかった。やってない箇所あるな。こっちだな。だね、よし、こうして、であとここも、よし、遠回りしちゃったわ。そしたらそうだね、よし、開いてる。で入ります。アイテム取ろう。成長の魔導書をセットするだけでエナージー最大値がじっくり増えていくだろう魔導書。え、え、え、どうしよう、盗むのいいか、とりあえず。そのうちまた使うことになったらセットすればいいしな。じゃあこれですかね。よし、これつけまして、でなんか扉があるんですけど、こっち側の扉にアイテムがあるらしいので、よし、こうして、こうして、で入る。おっと、さあ勝負だ、さあかわせるか、熱心攻撃の戦最強陣、やばい、あ、痛い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 。じゃあこれを解くか。あ、そう、じゃあ先にこれだね、スキット解消しよう、やりますか。この辺りに熱戦の制御装置があるんじゃないかな。わかるのか。ここもこれまで見たアンマルチア族の遺跡と似てるから、なんとなくの勘だけどね、うん、制御装置は私たちじゃお手上げね。パスカル、頼んだわよ。うん、任せてよ。さて、それじゃあ一丁やりますか。じゃあ私も一丁やるか。ちょっと時間かかるかもしれんが、ちょっと解いてみるか。こういうのってさ、なんかゴールからやった方が案外分かったりするんですよね。あ、全然簡単やった。オッケー。わ、なんか出てきた。ちょっと待って、ちょっと待って、セーブしとこう、セーブ。で、行くぞ。気を引き締めて。あ、ボスね。かわせるか、熱心候補、意志を刈り取る。さあ、潜水客、最新レーダー、見せて、見せつけ。あ、買った。弾雷が。潜水客、しとめ、水を刈り取る。スカーレット、風を、掃除に変わせるか、ちょっと、止め、ミスった。絡みついたら離さないぞ。はっ、風を、バッカ、ネバカ、エレンメッセージを。危なー。相談。
かわせるか。熱進攻一戦二決でリブグラビティ、リブグラビティ熱進脚熱進一戦砕け切れ口切れローリングサンダーボルト。あ、いいねいいねいいね。イカズチをかわせるか。熱進一戦熱進一戦そんな砂と散れ。お、怖い。くんだくんだくんだ。先進客とは絡みつく収益ダム決めるのこいつ。正面は最流だ。一瞬お、でも当てそうだぞ。痛い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 。一気にパンチが来た。先進客と一瞬の強を決めるぞ。バレフロート。かわせるか。一瞬リテスト。はっ、断崖がクラッキングと攻撃層吹き飛べ。逃げ切った。おお、アマルギーム怖いな。アマルギーム怖い。バタイルバルト西田再表示。なんかヤバいの飛んできそう。西田に強く跳ねろ。1点1点おお、ナイス。目も当てられない。へー、強かった。見つけた。あれがきっと熱線を打ち出す装置だよ。おし、障害物がなくなったせいでうまく動くようになったのかもしれんな。早速いじってみるね。これでいいんじゃないかな。多分海辺の洞窟にある装置から制御できるようになったはず。よし。ソフィー、もう少しだ。もう少しでフォドラへ行ける。待っていてくれ。必ず直してやるからな。ここでの用事は済みました。外へ出てシャトルのある海辺の洞窟へ向かいましょう。はい。これ何、これショートカットないの、これ入り口への。あ、あった。よし、はい。結構遠かったもんな。ん、うん、ソフィー、ソフィー、何か近づいてくるぞ。え、何、もしかして眉から。あ、やっぱりそうだよね。必ず生き残る。オッケー、かわせるか。一瞬再表示。え、なんで BGM 壮大なの？これさ、普通にさ、道端にも出てきたやんな。まあ、眉から出てきたモンスターですけど、全然強くない。それなりにはよくやったんじゃないですか、皆さん。あのモンスター、とうとうこんなところにまで迫ってきたというのですか。ソフィーはあのモンスターが接近していることを俺たちに教えてくれたのかもな。状況が刻一刻と切迫していることは間違いなさそうだ。急いで海辺の洞窟へ戻るべきだろう。はい。で、じゃあスキット解消するぜ。光の力が効果的。遺跡の前で襲ってきたモンスター、あいつらには光の力が効果的だった。では連中と戦うときには兄さんと僕、そしてシェリアが出た方がいいでしょう。おー、やっぱ幼馴染組が。それはいいけど、三人の秘密にしておきましょう。なぜ。なぜって、それで二人が傷つくのも嫌だし。別に俺たちじゃなきゃ戦えないってわけでもないからな。その時その時臨機応変にやっていこう。まあでも、まあね、ソフィーのこととなったらやっぱりこの三人入れたいもんな。わかるよ。いや、ありがとうございます。スキットで、まあ、幼馴染組使えよっていうね、アンニー公式さんからのメッセージでしょうか。まあ、そっちの方が有利に進めるぞってことでしょうか。あ、じゃあ海辺の洞窟に向かいます。ってちょっと待って、なんか人がいるんだけど。こんにちは。長年封印されてきた場所のせいか、魔物が野生化して強力だぞ。せいぜい慎重にな。遭難しても誰も助けに来てくれないぜ。はいはい。あ、ちょっと待って、仮眠ショップちょっとお買い物していこう。
ピンチグミと、あとライフボトルがね、ちょっと切れちゃったんですよね。じゃあ、仮面車に乗って、どこだ？北タラント道でいいか。はい。で、ここまで来た。はい、じゃあここで、またスキットだね。隠し部屋へ戻ろう。シャトルのある場所まで行こっか。ああ、途中の大きな扉のある場所だったな。ソフィー、もうすぐフォドラへ行けるからな。うん、頑張れよ。ありがとう。頑張るね。もう見てて辛い。ソフィーも頑張ってるし、私たちも頑張ろう。そうですね、頑張りましょうか。よし、じゃあ隠し部屋入るよ。あれ、何イベント？パスカル姉様。あ、ポアソンちゃん。パスカル姉様、うちにもお手伝いをさせてもらえませんか？姉様をお手伝いするようババ様に言われてきました。やっぱりお姉ちゃんは来てくれなかったか。あ、それは助かるな。あんたがいればシャトルの制御も任せられるね。パスカル、それじゃ大人だな。早速手伝ってもらおうかな。なんかところどころね、大人っぽいよな、パスカル。うん、よし、じゃあ中入るよ。さーて、それじゃあ早速始めようか。そのうちなんかパスカルとフーリーのなんか和解イベントみたいなのもあってほしいよね。あるかな。ポアソン、あ、言わなくていいからね。知ってる方はネタバレになっちゃうから。うん、フェンデルの装置と無事に繋がったね。これで2カ所ともここから制御できるよ。ナイス。これで残るはシャトル本体を整備するだけだね。モンスターの数も増えてるみたいだし、急がないとね。みんな、悪いけど待ってて。ポアソンと協力して特艦で整備を終わらせるからさ。わかった、俺たちにできることがあれば何でも言ってくれ。うん、よろしく。夏、ここ。ここにいたのか、シェリア。あ、うん。これ、ここさ、なんか確か、水何回かジャポンって潜っていかないと来れない場所だよな。シェリア、ジャポンしたのかしら、何回か。空の海の向こうに行くなんて、なんだか不思議な感じ。ソフィーの故郷かもしれない世界。一体どんなところなんだろう。普通に人がいたりしてな。不安か。少しは。でも怖くはないわ。ソフィーのためだもの。すまない、シェリア。何謝ってるのよ。ソフィーはみんなにとっても大切な存在なのよ。あの子のおかげでまたみんなと会えた。今はこうしてソフィーを通じてつながっている。小さい頃はライバルだなって思ったこともあったけど。ライバル？あ、何の？え、あ、そのいろいろよ。まあ言えないよな。大人っぽくて可愛くて、そして強かった。とても。そうだな。初めて会った時から不思議な子だなって思っていたけど、空の向こうから来たのならそれも納得できるわ。そうだな。だがソフィーがどこから来たのであろうと、俺たちにとって大切な存在ということは変わらない。え、何としてもソフィーを直してみんなで一緒に戻ってこよう。ここで終わりになんてなってたまるか。そあ、ごめん、飛ばしちゃった。終わりになんてさせない。丸ボタン時々なんかミスって押しちゃうときあるんだよな。申し訳ない。よし、お、パーティーの編成が可能、あ、編成が変更になりました。あ、今2人でいるのね。え、だよね、やっぱりここ何回かボチャンしないとダメだよな。
け。じゃあ2人で戻るか。怖い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 。え、ここもボチャンでしょ。なんか10回ボチャンしたのが懐かしいですね。あ、言うて2回かボチャンするの。まあでももうびちょびちょだよな。特にスキットはなし。じゃあ戻る。よし、これで整備終わりっと。ボス、起動よろしく。わかりました。やったのか。おお、さすが。喜ぶのもいいけど、本番はこれからだよ。本格始動させるけど、いい？それじゃあ行きますか。ボス。はいです。引き続き発射までのカウントダウンを始めます。 200!200!199! さて、フォドラへ向かって出発しますか。みんな、乗って乗って。おー、じゃあワクワクすんな。あの音は…え？乱闘を襲ったのと同じ。あー、また来たな。ここにもやってきたのかもしれませんね。なんだって。間もなく発進の最終段階に入ります。こうなったらもう止めることは難しいです。181180。ポワソン、ここは頼んだよ。アスベル、急いでモンスターを片付けよう。はい。このままここへ来られたらシャトルが飛ばせなくなっちゃう。よし、すぐに片付けてまた戻ってこよう。ソフィーさんのことはお任せください。お気をつけて。もう秒でやってやんよ、もう。で、このメンバーね、OK。どこ？どこ？どっち？どっちだ？こっちか。こう出たとこにいるのかなって思ったんだけど。あ、ここね。はい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 。モンスターが。やはりラントを襲ったのと同じ種類のようですね。はい。例の前のようなところから続々とモンスターが生まれているということか。来るぞ。はーい。あ、違うぞ。数生き残り。あ、数多いね。やるな、キューバート。まあ、兄さんも。くそ、キリがない。どうしよう、このままじゃ。またソフィーが来たりして。あ、ヒューバート様。あ、バリーさん。バリー、なぜここに。モンスターの群れがこちらに飛んでいくのを見て駆けつけたんです。さあ、皆さんは早く行ってください。あ、助かる。行こう、アスベル。へい。みんな、ここは頼む。さて、わあ、あっという間に20分経つな。だいたいさ、私の動画ってまあね、20分から30分の間ぐらいだと思うんですけど、動画一パート撮るのあっという間だな。ついに私たち空に行くのか。気分が高まってきたぞ。ポーソンちゃんめっちゃ可愛いね。こうアニメ風で見るとかなり。シャトルエンジン臨界、射出1分前。58、57。
滑走路みたいなのが変わって。助けに来てくれるなんて。さあ熱戦を。穴開けて。レーザー装置発射。普通に酸素とかあるのかしら。息はできる。みんな無事か。ソフィー。僕たちはフォドラに着いたんでしょうか。うん、そのはずだよ。空の海を突き抜けた瞬間、今度は目の前の場所に向かって落ちていく感覚にとらわれたぞ。フォドラの方が私たちのいた世界よりも重力が強いから、それで引き寄せられたんだよ。よし、とにかく外へ出てみよう。うん。おお、来た。希望の道しるべ編クリアということでね、ちょっと異世界って言っていいのかな、ちょっとね、面白いところに来たんですけど、これシャトルの外行けるの？え、こっちか。ここがフォドランなのか。見渡す限り廃墟のようだ。ここが本当にソフィーの故郷かもしれない場所なのか。ちょっと怖いね。この辺り一帯でかつて大きな戦いがあったようだな。それらしき痕跡があちこちに残っている。いつ頃のものかは不明だが。緑が見当たらないせいかしら。なんだか寒々しい感じがするわ、うん、遠くの方に見える丸くて青いのが私たちの世界なんだね。私たちの世界からこっちの世界は見えなかったのに、逆は大丈夫なんだね。一つ聞きたいのだが、このシャトルはもう一度動かせるのか。さすがにここまで豪快に壊れちゃうと難しいかもしれないな。あら、それじゃあ僕たちはこのままでは元の世界に戻れないんじゃないですか。あ、困ったね。そんな、それじゃあソフィーを直せたとしても帰れないわ。ソフィーを直す過程で修理方法も一緒に調べればいいんじゃないかな。そうするしかなさそうですね、うん、よし、とにかくまずはソフィーを直すことを最優先に考えよう、うん、俺たちはそのためにここまで来たんだから。人がいれば話を聞きたいんですが、近くに町はないんでしょうか。みんなちょっと来てみろ。向こうに何か見える。お、なんだあの物体は。まるで空に浮いているようだ。町とかではなさそうな。うん、あれはもしかしたらフォドラの町なのかもよ。あ、そうです。あれが町だって。だとしたら
あそこに行けば誰かに会えるかもしれないわね。よし、とにかくあの施設まで行ってみよう。はい。お、シスターボンドを習得しました。さあ、勝負だ。かわせるか。意志を刈り取る。一戦、二鉄剣。最強の弾丸が爆発。かわせるか。一戦、二鉄剣。あ、またなんか BGM 変わったね。一戦、うわー、そんなめっちゃ強いってわけではなさそう。よかった。まだ見ぬ秘境を目指し、俺たちは進む。これが宝箱か。お、ミンチ守ってるんですけどね。さて、じゃあちょっと今回この辺にしておくか。そうですね、じゃあ次回ね、ここの続きです。これ場所なんていうの、場所の名前。ツフォドラでいいの。ここはどこですか。あ、13号地区だって。へー、ちょっとなんか面白い場所に来たんですけれども。ではね、次回はここの探索からやっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。